近親婚。近親婚は、近い親族関係にある、者同士が、婚姻関係を結ぶことである。親子婚、兄弟姉妹婚、宿徹婚や、いとこ婚等が例として挙げられるが、近親の定義は社会によって様々である。近親者同士の性行為そのものを意味する、近親相関との相違に注意。世界各地の創造神話では、神々や創造直後の人間が、 近親婚を行い、神や人口を増やす描写があることが多い、ヒエロスガモス。古代、エジプトなどにおいては、近親婚が容認されたり、むしろ奨励されたりしていたケースもある。古代エジプトの王家では、父と娘の婚姻例もあり、エジプト第十九王朝のファラオである、ラムセスよは、自分の娘たちと結婚した。権力者が長い世代にわたって同族による主権を、 維持すると、血統の純血性を保とうとする意味から、近親婚が多くなる。だが、山内明は、エジプトの近親婚について、2世紀の記録で113、例の婚姻のうち20%にあたる23例が、兄弟姉妹婚、兄弟婚であったとされる話を挙げ、特に王族に限った話ではなかったと指摘している。パルティア氏の記録文献においては、 母と息子の婚姻例も存在し、もともとは古代ローマの女奴隷であったムサが、国王フラーテス4世との間に、フラーテス5世を儲けた後、息子と図って夫を殺害し国王となった息子と結婚したと伝えられている。だが、この結婚が一因で周囲に反発され、フラーテス5世は敗されたという。古代ペルシャの母子結婚は、シャルルド・モンテスキューの法の精神でも、 近親婚の規制は自然法か市民法かという問題の絡みで触れられているが母親と結婚したのはゾロアスター教という理由があったものであり自然の秩序に基づいた行動とは言えないと論じている。イラン発祥の宗教ゾロアスター教では父と娘、母親と息子、兄弟、指定官の結婚を不ばえとバだったと呼び最大の善行とする。ヨーロッパの多くの国では 王族の結婚による領地拡大政策を行った結果として、近親婚が増え、遺伝性の病気が王族の一部に見られることもある。ハプスブルク家と科学前突症など。他方、カトリックでは、教会法によって、教会式神道計算で当初は四神道以内、中世では七神道以内、時代によっては、さらに広範囲の近親婚を禁止していた。これを、 現在の日本の法律で用いられるローマ式神道計算に換算すると、それぞれ最大で八神等以内、14神党以内の近親婚を禁止していたことになる。また重視ベルトドブルゴーニュとの再婚が原因で波紋を受けたフランス王ロベール2世のような例もある。しかし、ヨーロッパの王族、貴族は同ランクの者との婚姻を繰り返したため、 近親婚を避けることは事実上不可能になり、気づかなかったことにしたり、教会に特別免除をもらうことによって、有名無実なものとなった。事実上容認された近親婚の範囲は地域によって異なるが、スペイン・ポルトガルの王族やドイツ諸公の間では、祝鉄婚がしばしば行われた。顕著な例として、スペイン・オーストリアのハプスブルク家が挙げられる。フランスでも、カペー後期以降は、 ロベール2世の子孫の間で、マタイトココンやイトココンが一般化している。ただし、離婚、婚姻の無効や他人の結婚に意義を申し立てるときには、近親婚であることが理由として利用された。クルジア人の間では、慣習上、結婚対象者との間には、7代遡っても、共通の祖先がいないことが条件となっている。同時に、 キリスト教会での洗礼親、や、実の親が友人に頼むことが多いも、親みなされるので、小さな町では結婚対象者が限られてしまうことになる。現実的ではないので、この点については目をつぶることもある。また、仮に遠赤関係がなくても、同性の異性との婚姻は避けられる。これらの事情から、いとこ婚などは、もってのほかとされている。イスラム文化圏では、 血縁の濃さを喜ぶ傾向。また、ムハンマドの第七婦人材ナブが、ムハンマドの十枚であったことから、いとこ婚が多い。中でも、父方平行いとこ婚、ビントアンコンが尊ばれる。クルアーンに記述された、婚姻が禁じられた近親者の一覧の中にも、いとこは書かれていない。タイの国王である、ラーマ五世は、数人のイボ妹と結婚しているが、 ラーマ五世の場合は迎えた妻の数がかなり多く、数人程度では子孫の多様性の妨害にはならないという事情もあった。中国においては、周代以降の慣習で、同性不婚の原則があり、同性間の近親婚については避けられるが、異性間の近親婚が行われる例が見られる。全館で、ケーテが、同母姉、ロモト講師の娘である長子を皇后に、 武帝が、父の同母姉、立ち当公主の娘である陳氏を皇后に、また三国時代の呉で大帝が、父方の重慶、女の娘である女子を夫人に、慶帝が、異母姉、孫ゴロの娘である朱氏を皇后にしていた例がある。南朝宗の前拝帝が、父方のおば、震災公主を貴賓にしていた同姓の近親婚の例も見える。寒風の収族の浸透度が弱かった。 あるいは皇妃を出す家柄が貴族階級として固定化していた、郷土、北朝、東、領、金、元、真の皇帝や皇族にも、いとこ婚などの例が見られる。朝鮮では、白木で、国品性の考えから神聖なる、天皇種族の地の純血性を尊ぶため王族間の通婚が行われたほか、高麗時代には、異母兄弟姉妹婚も行われた。三国式と、 三国維持によると、白木の初代、王閣巨星こそ関と、王妃英夫人は共に、社祖夫人の子である。イボ兄弟姉妹婚の事例としては、高麗初期の皇層が、イボ妹の大木王孔候補子を横行したといった、例が知られている。しかし、李氏朝鮮が、生理学的イデオロギーを基盤に、同性同本不婚性を一貫して堅持した。この制度は韓国で引き続き施行されたが、 1997年に発信島以内に縮小された。古事記、日本書紀には王族、皇族において、異母兄弟姉妹婚や宿徹婚や、いとこ婚などといった近親婚の例が数多く記載されている。だが、中には、慶公天皇が、息子の山と竹る命の彦の家グ郎姫命を妻に、し、大江を設けたという。 古事記の記録に対して、大和竹命という伝説的な人物を実在の人物として組み込んだために警府に婚が発生したのではないかと指摘された事例もある。ただし、地の純潔さを尊重する立場から、近親婚が好んで行われたことは、確かなものと考えられる。大林多良は、紀、紀で近親婚が盛んに出てくる時期が、仁徳天皇とその子の世代。 美脱天皇とその子の世代の二つの時期に限られることを指摘し、この二つの時期が王権の充実期であることから、それに伴う王党の確認の一環として、近親婚があったのではないかとしている大林、1987年。また、日本初期の人権天皇期には、天皇家と全く関係がないようなただの一般人女性が、イボの兄弟、双方の母親が、 母子の関係のため叔父でもある男性と結婚している。逸話も挙げられてる。古代の大王家と阻害し、及び平安時代以降に続けられた皇室と藤原氏との婚姻も同性間ならぬ近親婚の累積である。中世以降、仏家社会においても、例えば、足利将軍家には、日野屋、紀州徳川家には、伏見宮屋、いや、彦根藩には八、蜂須賀や アワ藩、ン、ハ家には、小笠原家というように、支配層上層での制裁の成果の固定が見られ、母親と同じ絵の出でかつ、同世代の娘との婚姻が推奨されることにより、結果的にいとこ婚、またいとこ婚などが推奨されることが多くあった。中世から近代に至るまで同族内での婚姻が、しばしば行われた島津家や、ひな対等や、佐竹家のような例もある。 親族間の結婚は、上級武士に限らず、中華級の武士の間でも行われており、例えば、磯田同士の著書、武士の家計簿、加賀藩御三用社の幕末維新で、分析対象とされている、加賀藩市の井野山家では、二代続けて、いとこ婚が行われている。同書に売れは、ごく最近まで、階級の上下を問わずいとこ婚は珍しくなく、江戸時代には親族であることや価格が、 同程度であることが結婚相手として都合が用意されていた。現代の日本社会においては、近親婚は全体的な傾向としては比較的減少気味であるが地域差が大きく、1983年の報告で福江市では全体の7.9%と近親婚の比率が高く、旭川市では0.78%と低かった。また、 農業後継者の確保等の要請から親族間の結婚が少なからず行われ、地域的特性から親族間の結婚が比較的多く行われるとともに、おじとメイトの間の内縁も参見され、そのような関係が地域社会や親族内において抵抗感なく受け入れられている例もある。現在、近親相関罪はドイツなどでは制定されている。近親者双方が 恋愛関係にある場合は、たとえ警報で、近親相関罪を設けていたとしても取り締まりが困難である。スウェーデンでは、近親相関罪が適用されながらも子供を二人、設けた、異フ兄弟がいたことから、この事件後に婚姻法改正の動きが起こり、1973年の法改正で異フもしくは、異母の関係ならば、兄弟やネであっても、政府機関の特別な許可を得た上であれば、 婚姻を許すということになった。日本国憲法第24条では、婚姻は、両性の合意のみに基づいて、成立とあり、近親者間の成功自体を法律上禁止しておらず、また近親者間の事実婚認定も阻害されない。しかし、日本国憲法第24条に基づき制定される法令により、近親者間の婚姻に係る婚姻届は受理されず、 誤って受理されても後に取り消しうる。日本において婚姻届が受理されない近親婚は以下の通りである。この他にも特別用紙と実方との親族関係が終了した場合にも婚姻における近親婚制限が適用される。近親者である事実を知らず婚姻関係が成立し、その後で認知等で近親者である事実が判明した場合、 婚姻の無効原因となる。無効主張をすることができるものは、格闘自社、親族、検察官である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。